今日はまた新しい鉢を出します。これはもう数量がそんなにたくさんないので、長く販売はできないかなと思うので、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。最後映ってないかな、大丈夫かな。すごい暑い今日も、ね、暑いけど風が吹いてるからちょっと気持ちいいね、うん、そうだね。すっごい汗だくなんだよ今、うん、ね、昨日もおとといもたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。そういえばポット内のセット3種類のセットも本当にたくさんご購入いただいて、予定量も足してしまったので在庫切れになってます。はい、ありがとうございました。はい、ね、苗が濡れてるものもあるので、しっかり完全に乾いてから発送させていただきますので、うん、少々お時間ください。お待ちください。はい、で、昨日のこれだ、缶詰のセットはまだまだね、販売してます。はい、あと4個の鉢のセット、うん。これもまだちょっとだけあると思うんだ。今、うん、あ、やっぱなんか乾いてなってるね。あの後こんなに、うん、あ、雑草が生えてる、見て、1本。本当だ。ね、うん、こんな感じでパラソルの下で元気にしてます。はい、もう根もついてるよ、ほら。ね、可愛くなってるね、うん、むちっとしてるよね、ちょっとね、うん、こんな感じで、ヨットは3カラーあったのかな、うん、4カラーかな、ね、4カラーだ。そんな感じで、まだ販売しているものもあるので、あとクラウドの鉢のセット、うん、これか、あ、これはまだ根がついてない、1個だけ、これが、後だったね、でもほら根が見て、こっちの方が後々捨てなかったかも、ほんと、ほら、こうやって根っこが、うん、ね、他はついてる。これだけついてなかったんだ、根が。ちょっと見たんかな。ね、うん、他はついてます。こんな感じで、うん、まだ販売してますので、ゾウさんもまだまだ販売してます。はい、ゾウさんまだグラグラしてるからね。うん、ティーポットもあります、まだ、ね。なんかいろんな種類が増えてきたね。そうなんだよ。賑やかになってきたでしょ。もともとここは違うコーナーだったのに、うん、どんどん今、樽を増設して。うん、浅玉とね、うん、ハクションダイモンもあるし。ハクションダイモンだね、これがね。うん、そうだね、ね、どんどん増えていくとさ、こうやってなんか鉢がカラフルだとすごい可愛くない、ね、もうこの場所が賑やかになるんだよね、うん、すごい可愛いな。ちなみにね、コメントもらったけどね、うん、あくびちゃんだったね。 あくびちゃんか、うん、あの、そうだよね、マータンが、マータンじゃない、ジバニャンがね、うん、やってたのは、あの、あれか、大魔王の方か、うん、アクション大魔王からね、ね、そうだそうだ、だからなんかアラビアンな感じなんだ、うん、ね、そんな感じで、今日はまた新しい鉢を出します。はい、はい、でも夏だから、うん、夏にちょっと可愛いなと思ってクジラの鉢を用意させていただきました。これはもう数量がそんなにたくさんないので、うん、長く販売はできないかなと思うので、お早めにご購入お願いします。うん、で、カラーは2色です、うん、ブルー、濃いブルーかネイビーか、ネイビーかライトブルーで2色になってます。うん、はい、で、2セットご注文いただいた場合は2色でお届けさせていただきます。はい、はい、で、瀬戸内容、今回ちょっと植えてみた感じで中サイズのエケベリアとか入らないサイズなので、うん、ポットの縁のサイズ、うん、6センチです、はい、6センチ、直径が6センチ、植え込み部分がね、うん、のサイズなので、リトープスが1セットと、うん、あとミニ苗1セットあれば十分に作れちゃうと思うので、うん、今回は、うん、ミニ苗とリトープスの選択肢を2つだけの選択肢にしようと思ってます。はい、で、宅急便配送になりますので、鉢があるからね、うん、宅急便で配送になります。はい、でお値段もすっごいお手軽です。はい、はい、なのでちょっとお庭をね、鮮やかにしてくれるのと、ちょっと後ろ姿がね、今撮影してて思ったんだけど、パンちゃんに見てはなんかお尻の感じがかな、お尻の感じがなんかでっぷりしてて、パンちゃんみたいで可愛いなと思って、で、植え付けた感じもすごく植え付けやすい感じでした。うん、で、ポットの中の用土の容量は2号ポットぐらいになります。うん、こんな感じで、リトープスの方は用土を盛らずに平らの状態で、で、ミニ苗のこっちの寄せ植えの方はちょっと用土を盛ってお山にして植え付けました。はい、で、周りはいつものようにモスを入れてストップをさせています。はい、ね、超かわいいんだけど、なんかもう最近こう可愛い鉢がいろいろこうね、うん、あってさ、鉢を見つけるのも楽しい。なんかちょっと自分の好みばっかりになっちゃうんだけど、同じ好みの方もたくさんいてくれるんだなと思うとすごく嬉しいです。
じゃあお手軽価格で、お手軽価格です、コレクションの場所を賑やかにできるってことだね。そうそう、だから一色に一個とこのクジラのセットとティーポットとアニマルととかで、いろいろこうバラバラにね飾っても可愛いかなと思って、二色別に一緒にね飾らなくても、ゾウさんとか、こんなんで飾ったら可愛いよね、カラフルになるよね、すごくね、ね。で、クジラもモルタル製です。なのですごく重量があります、はい、重量があって、あのこうペイントした時に多分割れ目をこうわざとこう塗ってるんだと思うんだけど、ちょんちょんちょんって塗装が跳ねた跡みたいのはあるんですが、それはご了承ください、はい、そういうものだと思っていただいて、はい、ね、あの割れてるんじゃなくて塗装がぴょんぴょんって出ちゃってるんで、うん、そんなに気にならないと思うんだけど、うん、ね、よろしくお願いします、はい、これ今日の21時に追加しておきます、はい、選択肢はミニ苗のワンセットのセット、うん、もしくはリトープスのワンセットのセット、はい、だから通常であのこの苗だけを買う値段とそんな変わんないので、うん、それにプラスして鉢がついちゃうみたいな、超お得です、かなりお得です、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日緊急なちょっとご質問を多々いただいているので、うん、読んでもらっていい？ OK。 で、俺が用意した質問はどうしようか、あのショートでやる、それともこのまま、うん、ショート動画で、時間がまだいけるなと思ったので、ね、読んじゃうね。なんか最近、はい、うどんこ病がの、今年なんかすごいうどんこ病のこと聞くよね、うん、あのでもね、それだけ多肉を育ててる人が増えたっていうことだよね、うん、これね、ちょっとね、うん、質問がいっぱいなの、ね、聞き取りやすくね、読もうかなと思って今日は、はいはい母の日セットに入っていた大きなポセイドンの成長点、お出かけしたみたいで、葉っぱの途中からぐるりとたくさんの小株が出てきました。今後どのように育てていけばいいですか？まだ初心者なので良いアドバイスをお願いします。また小株でか親株ぐらいの大きさになるまでに何年くらいかかりますか？だと。まずね、じゃあね、うん、お写真で見させていただいたところ、うん、この成長点がなくなってました。で、成長点がなくなって、周りから一周ぐるっと子供が出ていました。で、結構大きい株なので、うん、子供もしっかり大きくなってるんだけど、そのまままだ外さないで秋まで過ごさせてあげてください、はい、で、前にも何回かやったことあるんだけど、そうやって子供が出ちゃった、成長点がなくなっちゃった株って、だんだん子供が大きくなるにつれ上の部分が少なくなってはいくんだけど、養分取られてね、だけど管理がすごく上手だと上の部分そんなに減らずに下が成長してくれるんだよね、うん、あの水の加減がなんかそのぴったり合ってたりとかすると、うん、小株は大きくなるんだけど上の部分がなかなか減らなかったりします、うん、葉差と一緒で親の葉っぱが大きいまま子供もしっかり育ってくれるみたいな感じです、うん、水分の状態がすごくいい状態だとそういう風になります、うん、そういう時は秋になってからこの成長点付近の部分のものを葉差用で取ってしまいます、うん、なので秋まではしっかり下の部分の子供を一周ぐるりとなったものを成長させてあげてください、はい、はい、それで大丈夫です、はい、はい、で次ね、はい、トロピカルガーデンさん、ママさん、パパさん、こんにちは。はい、こんにちは。多肉歴1年の初心者です。写真の白い粉のようなものが何かわからないので教えていただきたいです。対処法などありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。見た感じ病気じゃなかったよね。うん、ちょっと一回見せてくれ。はい。はい、お写真見させていただいた感じ、うん、拡大してみたんだけど病気っぽくは感じなくて、うん、うどんこ病か、自然な現象でそうになったのか、粉はげとか、あとナメクジが張って粉がはげる場合もあります、うん、その、なんていうの、識別の仕方ってうどんこ病の場合はまず、うん、葉っぱの表面、うん、その白い粉になってる部分が、うん、ほわほわとしたカビの菌みたいになってるのですぐ分かります、うん、こう横にこう葉っぱ倒してもらって横目線で見てもらうと、うん、ふわふわしてるんだよね、うどんこ病の場合って、うん、そうするともうすぐうどんこ病だなってわかるので、うん、そういう場合はまず1回シャワーでシャーッときれいに流してあげてください、そのカビの菌が取れるように、
で、その後にベニカスプレーを散布してあげてください。極端な指でゴシゴシこう擦っちゃってもいい。いいよ、いいけど粉が取れちゃうからシャワーでシャーって流した方がパッと綺麗に取れるから、うん、それでも部分的に残ってる場合があります、うん、そしたらまたそれ同じ行動を繰り返してあげてください、はい、で、気をつけなくちゃいけないのが表面だ、表側だけじゃなくて裏返した部分、こういう部分にもちゃんとカビの菌ってつくので、うん、裏側もしっかり流してあげてください、うんはい、で、この時期であんまりポットから抜くのが嫌かもしれないんだけど、うん、できればね、抜いてきれいにしっかり流した方が、うん、安全です、うん、なるべくね、土とかにも菌がついてるとまた水が飛んだ時にそのうどんこ病の菌が飛ぶことになっちゃうので、できれば抜いてきれいに流してあげるのが一番きれいに治ります、うん、で、治ってくるとうどんこ病があった部分ってかさぶたになってきます、うん、葉っぱがこう傷になったような厚ぼったい皮ができてきます。そうするともう治ってるので、それが生え変わるまでそれはそのままにしてあげて大丈夫です、はいはい、でナメクジが張ったりするともう進んだ跡が葉っぱについているのですぐ分かります。それはそれで、でナメクジを撃退する対処法としてはやっぱりこう市販で売ってるナメクジのお薬をまいておくか、その周りにね、うん、もしくは患者さんが前おっしゃってたのは、先生がね、ビールの飲み残しを置いておくといいって言って言うよね。やったらもう気持ち悪いことになっちゃって、薬もそうだけど、うん、ナメクジがいっぱい集まるんだよね、そこに、うん、なのでどっちでもいいと思うんだけど、捨てるときはあんま見ないように捨てた方がいいです。ナメクジが大量にそのコップとかその薬の辺にいっぱいいるので、見ないように捨ててあげてください。はい、はいはい、で次ね、はい、こんにちは、いつも楽しく YouTube 拝見させていただいております。はい、ヤオでも実際にお会いさせていただきました。動画の印象通りの優しいご夫婦でした。一緒に苗を選んでいただいたり世話になりました。今日はご相談したいことがあります。うちのルンヨニですが、前はもっとお粉もついて白っぽくて綺麗だったのに、最近赤い模様が出てきました。これは病気でしょうか。ベニカネクストスプレーを散布し、跡が残って汚くお恥ずかしい写真ですが、見ていただけませんでしょうか。もし病気だとしたら、これからどのようなことをしたらよいのでしょうか。思い切って処分してしまった方がよいのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。バイラス病とかでも時々赤い模様がこう斑点みたいなのが出るんだけど、見た感じそういう感じじゃなかったので、うん、おそらくこの気温の差とか、うんね、全然違う画像になってるそれだよね。そう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 、うん、全然ね、もっとそういうバイラス病とかの場合は、うん、模様が明らかに違います、うん、でもうそういう風にそうバイラス病とかになるとちゃんとしっかり最後まで成長しません。親の大きさに ならないことがほとんどです。なので、うん、そういう病気は空気感染するわけじゃないので、同じハサミを使い回しした時にこの体液というか樹液から移ったりするので、うん、ハサミの使い回し、あとピンセットで例えば茎をほじった時とか必ず消毒をして、消毒液を1個作っておいて、そこから常に刃物、ハサミを使うようにしてあげるといいです。でも見た感じそういう感じじゃなくて、うん、季節柄のストレスだと思うので。そうだね、病的な色では、うん、色の見た目ではなかったよね。じゃない、うん、だから大丈夫です、はい、でもちょっと心配だったら、しっかりね、ハサミ、ピンセット、消毒をして使い回しをしないようにしてあげてください。はい、はいはい、次ね、はい、いつも YouTube 楽しみに拝見させていただいております。ありがとうございます、アフターグローとカンテのセットの購入をさせていただいたのですが、ちょっと様子が良くないので写真を、添付いたしますので、どうしたら良いか教えていただけないでしょうか。アフターグローに関してはうどんこ病かと思いベニカを振りました。それが原因なのでしょうか。カンテは少しところどころ白くうどんこ病かと釣りしようか悩んでいます。よろしくお願いします。はい、初めてお問い合わせ使わせていただきました。これで大丈夫でしょうか。はい、よろしくお願いします。はいはい、写真見させていただいた感じ、うん、うどんこ病だったよね。うん、でさっきも言ったように、うん、横から見てフワフワしたカビのような菌のものがついてたら、うん、菌のようなものが、ね、ついてたら、うん、もうすぐに水で流してあげてください。うん、うどんこ病って早く発見すれば、うん、ちょこちょこついてるぐらいで発見すれば、うん、全然治っちゃう病気なので、うん、そしたらもうそれきれいに流してベニカスプレーをしっかり散布する。で葉の裏にもしっかりついてたら散布するいう風にしてあげると何も怖くないので。で、例えば1個それがなったとすると、その菌が他の多肉に飛ぶとまたなったりするので、事前にもうベニカスプレーしっかりしておいてあげるといいです。
対策としてね、うん、そうすると目に見えないような小さな菌はもやつけてくれるので、そういう風にして対策してあげてください。はい、1個がなったらその周辺2、3トレイもちょっとすぐに見つけてもなっちゃってる可能性があるっていうのをちょっと覚えておいた方がいいです。はい、はい、じゃあとりあえずこのとこだよね。うん、大丈夫だよね。楽天の方にしたやつは。あとね、何かね、聞かれたことがあったんだよな。うん、何だったっけ。暑すぎて頭がぼーっとしてきて、すごい暑さなんだよ、ね、今日。俺も汗が今止まんなくてさ、すごい真っ黒、うん、ね、うん、なんか聞かれたんだけどちょっと思い出せないので、思い出したらまたお話します。何だったっけな。頭が暑すぎる、ちょっとね、うん、そんなことで、うん、今日の21時にクジラの鉢は更新します。はい、クジラの鉢ももちろん可愛いんだけど、やっぱり缶詰が可愛すぎる。なるほどね。うん、だから初めて、うん、多肉をね、やっぱり去年もそうだったんだけど、梅雨から夏にかけて初めて育てていただく方が、お客様がね、うん、すごく増えてくださって、うん、やっぱりこうお家の中で涼しいところでね、さっと寄せ植えができるってすごくね、うん、人間の暑さもあるからね、うん、家の中でできるってすごくいいことなので、うん、ぜひぜひね、お家の中で涼しくして楽しんでもらいたいです。はい、ね、で夏休みになればお孫さんが帰ってきたりとか、うん、いろいろね、お子さんと楽しめたりとか、うん、自由研究に使っていただいてる方もいらっしゃって、うん、すごく嬉しいなと思って。まだまだ認知は全然ね、それほどされてないけど、うん、こうやってどんどんね、多肉が広がっていったらいいなと思ってます。うん、ね、あ、かわいい缶詰。あのさ、うん、蓋のこう空き途中っていうのとこがまたかわいいよね。そうなんだよ、そう、これ、うん、で自分でもさ、ツナの缶とかをこう空き途中でこう取っとくんだよ、うん、そうすると末っ子に全部剥がされちゃう、うん、ダメって言ってるのにビローンって剥がしちゃって、あーって、うん、寄せ植えに使うと思って取っとくんだよね。これは剥がせないね。これ剥がせない。でスタッフさんがこれ剥がれるのって言うから、剥がれないです、剥がさないでくださいって言ったんだけど、うん、ふざけてね、うん、かわいいよね、すごい ね、 ね、うん、ね、梅雨時期なので、うん、寄せ植えた後は少し室内で楽しんでもらって、発根がしたなと思ったら徐々に明るい日陰から慣らしていってあげて、もちろん遮光はしっかりしてあげてね、でローテーションで、うん、今週はこの例えば缶詰の寄せ植えをお家の中で楽しもう、で1週間後にはちょっとお外に明るい日陰に出してあげて、閉めてあげる感じにして、今週はこっちの寄せ植えを楽しもうみたいにすると、お家の中でもすごく楽しめるので、うん、そういう風にしてあげるといいと思います。あとさ、俺後でさ、うん、ママにさ、この動画で見てほしいんだけど、俺の事務所のさ、前に置いてある多肉綺麗なんだよね。ね、めっちゃやっぱりこんだけ日に遮光してないんだよね。遮光もしてないんだけど、すごいよね、めっちゃ綺麗なんだよね。南側だから、うん、南向き南側の事務所のね、外側にあるから、うん、一日中日が当たってるんだよ、そこ、うん、すごいなと思って。なんかもう慣れちゃってて多分ね。そう、でもこれで調子づいてると雨がバーッとっていきなりやられたりするから、そう、雨の時だけは、うん、例えば一日野ざらしにして雨に当ててあげたら、うん、その次の日はちょっと引っ込め、屋根の下に引っ込めてあげるってすると、水やりもその雨で十分になっちゃうの でその雨の後やっぱ直射日光に当てることで溶けちゃったりするので、そこだけ注意してあげれば全然梅雨も夏も怖くないから、うん、あそこ雨も当たってるし、そのまま出しっぱなしなんだよ。そうなんだよね。だからさ、うん、みんながなんだろう、梅雨が怖い、うん、っていう感覚、うん、で今までなんかこうあったかもしれないんだけど、うん、はっきり言って梅雨怖くない、うん、そうだね。そう、梅雨が怖くなくて、うん、あとそうだ、梅雨の間に、うん、そうだ、こういうご質問をいただいたんだ、うん、急にね、うん、違う梅雨の間水やりをしないで、今の時期ね、うん、水やりをしないで何日か梅雨の中休みになったから水やりを急にしました、うん、そしたら水やりをした途端バラバラバラっとなりましたっていうご質問をいただいて、うん、やっぱり梅雨の間、例えば2週間、3週間水を切ってしまってると、うん、根も休眠しているような状態になっちゃうので、うん、そこに急に水やりをすると根が生きてない状態のところに水やりを、例えばこのカット内のところに水やりをしているのと一緒の状態になります、大げさに言えば、うんうん、そうすると根がびっくりして根もちろん吸わないし、そうするとこの接点の部分が蒸れて腐ったりしてバラバラになってしまうことが結構あります、うん、もしくは梅雨の間にもちょっと体力を消耗しちゃってて、
あのもう元々がちょっと弱ってる状態で、そこに水やりをして暑さで蒸れてバラバラバラっとなっちゃってることも結構あります、はい、だからこの夏で結構雨大丈夫だったな、こう心配なく過ごせたなと思っても、夏の後の台風、そこで一気にねバラバラになったりするので、あの水やりをするときはしばらく、例えば3週間、2、3週間間を空けたときは様子を見ながらしてあげた方がいいです。たっぷり鉢底から流れるぐらいやるんではなくて、鉢の3分の1の部分ぐらいが濡れる程度、あのちょっと水やりするよって分かってもらえる程度の水やりから始めるのが一番いいです。急にねたくさんの水を与えてしまうと群れの原因になっちゃうので、暑そうだね汗がだらだら出てる、ね、群れの原因になっちゃうので気をつけてください。はい、ね、あのいつも言ってるけど、多肉を夏ダメにするぐらいだったら徒長させて、わざと徒長させて秋に増やすっていう気持ちでやった方がいいです、うん、寄せ植えとかも例えばちょっと徒長しちゃっても、うん、あの秋に仕立て直せば全然いいことだから、うん、むしろじゃあ例えばここの部分徒長しちゃいました、うん、じゃあ葉っぱの隙間が出ちゃいました、うん、例えばね、うん、そしたら秋に切ってあげれば秋に今度成長して土台が子供がたくさん吹くわけだよ、うん、そしたらまた細かくて綺麗な寄せ植えができるわけなので、うん、何にも徒長も怖くないし梅雨も怖くないし夏も怖くない。そうそう、なんか普通にさ成長色なのにさ結構徒長徒長っていう人もいるから、 そんなにね徒長って気にしなくてもっていうか、うん、まあね、成長、うん、成長の徒長じゃない成長、うん、自然な現象、うん、例えばあのイチョウの葉っぱが夏黄色かったらおかしい、うん、病気じゃないって思っちゃうような、うん、そんな感覚です。なんで夏ね、梅雨の間とか夏、うん、しっかり針に成長して色が冷めて青いだけなので、うん、徒長じゃないので気にしない方がいいです、はい、こんなに多肉が可愛くなくなっちゃったって思うんだよ。でも、うん、思うけど、その夏大変な夏をね自分で工夫しながらさ涼しくしてあげて過ごして、それで秋を迎えた時紅葉に絶対感動します、うん、夏から始められた方は、うん、あのみんな同じ色じゃん、多肉ってつまんないって思わないで秋までずっと楽しんでください。秋の変身に驚きます、うん、はい、はいね、最後になって長くなっちゃったね、はい、そんなことです、うん、梅雨は怖くないです、はい、うん、そうだね、徒長も自然なことです、うん、大丈夫。そうそう、でも徒長と成長はまた違うからね。そう、うん、なんかちょっとね伸び気味にやっぱり水が加減が多かったりすると少し伸びちゃったりはするから間延びするけど、うん、それはそれで増やせる、あの口実になるから、うん、また増やせてあげると思えれば、うん、全然前向きに考えてあげてください、はい、死んじゃったら何もなくなっちゃうので、うん、徒長させてでも生き残らせてあげるっていう風にしてあげてください、うん、はい、はい、じゃあそんな感じで大丈夫、はい、はい、お知らせはあれだっけ、21時に更新します、うん、はい、あ、そうそうそう、で、うん、今回、うん、今日せっかく販売なので、うん、販売記念として、うん、もう在庫はある限りになっちゃうんだけど、うん、ミニナイリトープスどちらもサービスで、うん、中サイズのエケベリア1個お付けさせていただきます、はい、なんで昨日の合言葉の練習で、うん、今日の合言葉はクジラで、クジラね、クーポン欄に昨日の動画見ていただいて記入してみてください、うん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそんなところで、はい、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。